はい、こんばんは、島津です。ハイライズね、やっていきたいと思います。前回はごめんなさい、クリーチャーの名前忘れちゃったんですけど、まああいつにコテンパンにされましたね。ただね、コテンパンにされた代わりに、まあこの世界の基礎的なルールをね学んだと思うんで、ちょっとまあうまく活かしていって、そうだね、あいつらの対抗策も見つけていければいいかなと思ってます。それでは早速やっていきましょう。場所的には、おお、47階からやり直しがね効きましたね、ありがたいことに。どうやらなんつうのかな、オートセーブが入るみたいで、うん、ある程度途中からまた、再開できるみたいだったね。オイルはなかった。で、死体はどこだ。あ、下だ。45階でなくなってるわ。いや、めっちゃバレんね、これ。ちょっと走ればすぐ気づかれるよ。上に行ったね。あ、そうか。ここでなくなったんだ。全部取って。すまんな。上は調べたんだよね。じゃあ45階行きましょうか。 OK。 いない。すげえペタペタ言ってるけど、やばいね。あ、来てる、降りてきてる、降りてきてる。バカじゃないのあいつ。ちょっと待って、一応。あ、降りてきてる、降りてきてる。危ない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 。嘘。お、マジビビった今は。しかも2体降りてきた。あ、もしかしてだけど、今あれか、大衆がなんかきつい感じ、もしかして。いや、特にそういうことは書いてないんだけどね。匂いで追ってきてる可能性があるわ、あれ。で、ちょっと水飲もっか、もう。お水。中毒度は上がったけど、水分をね、確保しないといけないから。OK？ 高いな。え？え、これ死ぬよね。高い高い高い。無理無理。あ、この上にすごい水分がある。ちょっと行きたいね。そして、今回の目標だけど、ワークベンチをどっかに建てよっか。絶対そこで武器が作れるはずだから。あ？違う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 。こうで、こうか。OK？ はい。入って、ここ来てるね。あそこ空いてるってことは。で、ここは？トイレ、トイレ。はい。ここのトイレには来てないのか。じゃあ開けます。はい。じゃあ、汚い水をね、浴びないようにしてね。はい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 。OK。取り方はもう理解したんで、これで、しっかり取っていきましょう。下手したら浴びてね、うん。中毒症状が増すんで。中毒値、時間とともに下がってくれればいいんですけどね。どうなんだろう。わお！わお、バイバイ。急げ！あっぶな。視聴者の人がね、教えてくれたんだけど、場所によっては、向きかな？向きによってはね、なんか擦れたね、跡があるんですって、地面の下に。そこを見れば、わかりますよって言われた。音が鳴るとことなんないとは。危なかったね。いやー、これ、来てる？本当に退収してるんじゃないかね。もし退収っていうパラメーターがあるんだったら、ぜひとも数値化してほしいね。ゲロ以外にもあるんだったら。OK、危ない。よし。水分は大事だよね。OK。おめけ！おめけ！うわぁ。危なかった。
いや、もう近くにいるのは分かってたから、一回鳴らしたから。うん、危ねえ危なかったね、危なかったね、マジで。勝てんもん。待って、今現状作れるんだ。作業台は作れる。どっかアンチに作業台は作りたいですよね。あれ、ここ来てないよ、この会話。うん、46回。お腹が空きすぎた。お腹の音にも酔ってくる、まさか。さあ、勘弁してほしいね。ちょっと待って、ルートがよくわからん。45回来ました。すげえ腹の虫がなってるから、もうポテチ食おうか。前回の動画でゲロ吐いた後にポテチ食ってたからウケたって言われたんだけど。ああ、まあ確かにって思っちゃった。オッケー、47階に1回ワークベンチ作ろっか。うん。ん?どうなった？あったあった。インストール。オッケー。ここに設置。回収も可能っぽいぞ、どうやら。ということは、まあ、インベントリの枠は圧迫するけど、いつでも設置できる作業台をゲットした。で、これによって何ができんだ?ほー、武器来た、武器来た、武器来た。あー、銃来た、銃来た、銃来た。でもこれ、見てる間も減るっていうのがちょっと怖いね。自家製の斧。鉄パイプがあと2本あればできる。自家製の、これなんだ?ハンマーかね。でもね、ここら辺はマジで欲しいね。自家製ハンマー。これがハンマーか。自家製ナイフ。ガスボンベっていうのが必要。だからまあ、斧だね。自家製斧を持っといた方が良さそうですね。ただ鉄パイプが今不足してる。で、ハンドガンも作れるわ。うん。花火があと1つあれば作れるんだ。あ、自家製ショットガン。2番目のシリーズ。これも今ちょっと不足してる。自家製ライフル。これ強そう。スコープが使えるって。自家製ネイルガン。おお、自家製火炎放射器っていうのもある。パイプ爆弾。まあ、対抗できる手段はもう見つけたね、これで。うん。おお、調理台来た。あー、鍋が必要か。携帯ガスバーナー。これがあると、腐ってるやつでも加熱させて、いい感じにできるっぽいね。燃料を満タンにしたドラム缶。あー、はいはい。火だね、光源。収納ボックス。収納ボックスは作れるぜ。これはあれだよね。放置してるものは一定時間経つと消えるけど、ここに入ってれば保管扱いになるっぽいね。じゃあ作っとこうか、これだけ。ま、ね、どっか、いい場所を見つけて。そうだね、設置しましょうか。来んなよ。この高層ビルの音に紛れてね、聞こえてないとかあればありがたいけど、そういった要素はあるんですかね。 OK。 さあみんな、とりあえずパイプは手に入った。どっちを作るかだよね。斧作っとこうか。 OK。 さあ初の武器来ました。斧、攻撃力は36。うん、通常の武器よりかは大きめ。実際作ってみないとね、ステータスが分かんないのはあれですね。なかなか、うん。ちょっと賭けになりますね、初見だと。もしかしたらあんまいいのができない可能性もあるし。まあでも、威力が高めのはゲットしたし、木材とプラスチックを壊すのに特化してる。そして現状はもう作れるもんはないから、回収。いける?いけた。回収して、あ、ちゃんとね、素材が分解されるってわけではなかった。でかい、これは。あ、危ない危ない危ない。ライト。気負った気負った。待て、一応斧装備しといて。大丈夫大丈夫大丈夫。あー、危ない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 。ちょっと減り早いよね、ほんと。腹減り早めに調整が欲しい、ここは。すーげー腹とね、喉乾くから。ほら、喉ゲージも、もうやばいもん。あれだよね、こういったメニュー画面の時はちょっと止まっててほしいか、
緩やかになっててほしいよね。まあそうだね、そうせんとゲーム実況者の場合は説明してる間にどんどん減っていくから、まあ、なかなかしんどいところではある。待って、バッテリーは 63% かな。おお、なんか、え、何これ、森土、これ落としてんの、なんかあるぞ。みんなは森土を手に入れた。キノコ来た、キノコでかくない。食料、初の自生してる食料を発見しました。で、金庫、ちょっと待って、これさ、土があるってことは栽培できるよ絶対。栽培キットがあって、そこで食料を作ることができる可能性が十分あります。金庫開ける、開くの、あ、これか。37階のカードキーだって。やった。で、バッテリー、ありがとう。37階のカードキー、開かない場所があったっぽいね。じゃあもうここは漁り尽くしたんで下の階行きましょうか。44階、こっからも降りれるみたい。ルートは階段だけじゃないっぽいね、あそこの。コーンフレーク来た。やばいやばいやばい。いやー、これ吐くかな。オッケー、ギリセーフ。危ない危ない危ない。赤金出たら、あいつらに場所がバレるから。あ、やばい、吐いちゃう？あらあらあら。上にドラム缶がある。あれなんだ、開いた開いた、ウェーウェーしちゃったね。ダクトは安全だから、いくら履いてもあいつらはダクトには入ってこれんから。そうだね、もう現状のこの履く対策としてはダクトに入って履くっていうのがいいね。でそこで一定時間待ってウェーって履いてもらって、あれ、あ、待って、これ体調不良が起きるとあれだ、みんな、うん、 HP 減ってるわ今気づいたけど。まずいまずい。音もなるべくしちゃいけないっていうことが分かったから、つまりつまり急いで、そうだね、腐ってるものを、中毒性の高い食べ物を無害にしないといけない。どこにあるんですかね、調理器具、すごい欲しいんだけど。おいないよ、やばいやばい、ゲロ吐いたばっかだからね。いやー、早いんだって腹の隙がマジで。これはテープ、ね、ず死んだネズミ食いたいとこだけどね、貴重なタンパク源。やった、花火きた。銃作れるんじゃないこれで。うん、だよね、中毒性90あるよ、即ゲロっちゃう。コーンフレーク食って、コーンフレーク乾燥もんなのに中毒性30はちょっとあれじゃない、高くねえか。おう、あっぷな、あっぷな、あー、セーフ、オッケー。43階、とりあえず脱出ロア開けといて。なんだこれ、ね、これ。あ、マップ来た、みんな。ここで取れるみたい。マップ。うん。ここに何々があるよっていうのを知らせてくれてるわ。ゆっくり開けるっていうのがあるぞ。ああ、なるほど、なるほど。スキルチェックで、ゆっくり開けることが可能っぽい。マップあるのありがたいね。場所が分かりやすい。で、ここ探索してないんだけど、消えたあいつ。これね、まだコンテンツとしては基礎的な部分しかできてないとは思うんだけど、化けるよね、方向性によってはとは俺は思ってる。え、こんなとこ来たっけ、ちょっと覚えがない。
ここは、あ、来てない来てない。うん。そうだね。同じ、あ、これを表してたんだ。オイルを表してたっぽい。で今回はオイルアービンよ。うん。ルールは分かってるから。はい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 。早く取って。めっちゃ時間かかるね、オイル取んの。来たー、イカ缶。カバンい、あ、来てない、お、ぺったんぺったんしてるもん。やば。待て待て、落ち着け。こうなったら、わ、やべ、キノコ80。まあ、だわな。もうパンパンなんで、これ捨てよっか。よくわからないメッセージ、ペーパー。OK、ゲット。スープ缶食べる。とりあえずスープ缶食べて、腹がなんないようにせんと。そうだね。腹がなると、バレちゃうから。多分バレない。オッケーオッケー。じゃあこのまま抜けて下に行こう。オッケー。じゃあこっから降りよっか。43階から42階。さあここはなるか。あ、ゆっくり開ける。オッケーオッケーオッケー。いいよ。ダンパーだって。ダンパーって何？花火きた。どうした？カバンが重すぎる。どこだ？あー、そんな感じか。どうしようどうしよう。コーン食べて。OK。多少軽くなった。あー、こういった時のためのベンチなんだね。ベンチじゃない。収容する箱。OK、来た。カバンがさすがに重すぎるから、待ってね。ほどいいところ。あ、ちょうど降りる場所あった。じゃあ、ここに、あれ。設置。カバン設置して、そうだね。どうすんだこれ。はいはい。コントローラーで。ちょっと待って。3本置いていこう。ワークベンチが多分重いんだよね。ほら、5キロって書いてある。で、死んだネズミもちょっと置いていこうか。うん。調理できんし。あと砂も置いていって。OK。これでそこそこ軽くなったから。まあ、また何かあったら42階に戻ってくればいい。どっかのね、そうだね。制御室に来た。ビルのどこを管轄していたのかわかんないけど。制御室来ました。まあ、特にすることはないね。あ、繊維来た。ありがてえ。繊維いただこうか。はい。OK。繊維もうちょっと取れてもいいのにね。布切れ1枚しか取れないんですよ。3枚かな。3枚取れたらなんか楽なんだけど。蒸留台っていうのも作れるわ。見て。夜間が必要。携帯、あー、来た来た来た。見て見て、プランターあった。やっぱね。うん。これがあると作物は最大体力を増加させる。マットレスっていうのも作れるわ。布切れがあると作れる。布切れで雑に作られたマットレス。その上を歩くと騒音を最小され。墜落時にもダメージを大きく減らすことができる。クッションを作ることが可能みたい。トランポリンっていうのもある。ホワイトボード。とりあえず調理台だね。これをゲットしたい。プランターちょっと作っとこうか。さっき森、土はゲットしてるんで。これで、プランターを、作って、さあどうだ？これを、あ？ちょっと待って。来た。来てるね。ちょっと待って。種を植える。種がないとダメなんだ。キノコじゃダメなんだ。
じゃあ40、うん、41回を目指しましょう。トイレかな。トイレにたくさん水があるっぽい。こっから行けないね。大丈夫、スキルチェックは得意さ。やべ、似たいたっぽい。ああ、映画であるよね今の落ち方。なんもない、この階。この下の階なんかありそうね、見て。結構ちょっと変わった構造の、うん、構造のとこだから。なんかいいのがありそうな気がするけど。消えた？あいつら。ちょっと待って、非常口一応開けとこっか。はい。ああ、ここダメなんだ。だからこっから降りないといけないけど。消えたね。40階に来た感じかな。うん、なんでここ開いてんだ。来たけ俺。いや、来てないよね。あ、お前が開けたんか。HP があれば戦いたいんだけどね。多分。20しかないかんね。回復薬もアルコールがないとなんか作れないっぽいから。いやー、難しいね。戦いたい。ちょっとね、物資は回収したいから、俺は行くよ。あれ、消えた？ダクト通って、どっか行った？いなくなったね。ラッキー。牛乳ある？腐ってるだろ、これ。腐ってるだろ、さすがに。これは飲めんわ。火通さないと、それこそ。多分ね。ほら、中毒度70。わかるもん。俺でも、素人の俺でもわかるもん。こいつはやばいっていうことが。すげえ牛乳パックあるんだけど。ああ、もう、どこだよ、調理器具、マジで。みんな、包帯作れる布切れとガラス瓶でできんの？俺、アルコールでできるもんかと思ってた。どうやってガラス瓶で作るんだよ。包帯を。アルコールじゃないんだ。ええー、ちょっと変わった作り方ですけど。やった、回復薬ゲット。これはでかい。戦闘の前に使うのが一番だね。ゲーゲーしちゃうと、体力も勝手に減っていくから、うん。あんま正直使わない方がいいと思う。で、最低20まで自動回復するから、もう、ここぞって時に使った方がいいね。うん。それこそあいつとの戦闘の時に、もしかしたらなんかいい素材が手に入るかもしれない。あいつを倒すと。今回の動画の締めにね、ちょっとテストしてみようか。あいつに斧で立ち向かって。果たして倒せるのか。そして素材はなんかいいのかね、手に入るのか。これ何の機械ですかね。うわぁ、2体登ってきた。1体だけならいいんだよ。2体は厳しいんだよ。嘘、入っちゃった。やばい、ミスった、ミスった、死んだ。くす、ダメだった。真っ向勝負できんかったね。しまったよ、中毒になっちゃった。あとカバンが重かった。ダンパーからのやり直し42回。さて、どうせ死んでもペナルティーはないということが分かったので、重いね。じゃあ、まあここで包帯を使ってみましょうか。40回復するんだって。布をアルコールで濡らして作った包帯って書いてあるけど、厳密にはガラス瓶で作ってるかんね。うん、これあれなのかもね。今後なんか調整入るかもね。オッケー、今、戦うには万全だけど、どうだ、来るか？俺は相手してやるけど。あれ？来た。上に一体いるっぽいね。来い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 、やっちゃるやっちゃるやっちゃる。
やっちゃる、やっちゃる、やっちゃる。ガードガードガード、オッケー、やっちゃる、ガードいた、やっちゃる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 、いて、逃げ、逃げんだこれ、逃げんだこれ、何逃げちょっとよお前。やりきれんかった、やりきれんかった。はい、まあ厳しいね。まあ厳しいっていうことが分かった。戦闘でだいたい40ほど削れました。こっち体力、あいつとバトって、結論、斧は若干マシっていうのが結論ですね。戦闘で使う場合、まあ戦闘に特化させた武器だからといってもあんまり過信してはいけない。そしてまあそうだね、とどめは刺しづらいって感じかな。おそらくね、最終的には倒せると思うんですよ。ただ逃亡パターンに入ったらこっちの足が遅いからやりきれないんだよね、あの近接だと。だから最終的なとどめは銃でとどめを刺すっていうのが奴らを完全に倒す手段かもしれない。で、逃げる時に銃で撃っても倒せないようだったら倒せないんでしょうね、このゲームは現状。ただ追い払って一定時間、まあ、遠ざけるっていうことしかできないってことになってしまいますね、もしそうなってしまうと。果たしてね、とどめが刺せるんでしょうか、刺せないんでしょうか、そこら辺はね、次回見ていければいいかなと思います。それではね、本日はね、こちらの38回で終わりにしておきたいと思います。次回もね、よかったらまた見てやってください。島津のハイライズになりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。